南三陸登米市にいらっしゃる被災された方々を雇用する活動を始めました。で、その方々がその期間の中で新しい事業を起こし、その期間が終わってもですね、その事業と仕組みは残ると、ということを目的に、やった一つが復興学びのプログラムなんですね。ボランティアとかボランティアに行きたい、あとは被災地を見たい、被災地の方と触れ合いたいというお声は聞くんですけども、そういった部分をですね、割と安い金額とかで、比較的ですよ、安い金額でこう体験をしていただくという企画ですね。僕は南三陸町民、今はそうなんですけど、震災体験はしてないので、結局その時の様子はね、客観的にしか言えないわけですよ。でもちょっと前まで主婦だった、今もそうですけど、子がこう語り部をやってるとかね、一回今回はこれで帰りますけども、次は長期で来ますからと言って、2ヶ月3ヶ月一緒に今やってるメンバーもいますし、一番すごいなと思ってるのは、こういうボランティア活動に来て、その体験がその本人の人生を変えてですね、今南三陸町に住居を構え、就職してる若者ですよね、20代ですね、ほとんど男性女性問わずですけども、そういう方がもう10名から15名、いるんですよ。それは言葉ではないんですけど嬉しいですよね。はい、ですね、南三陸町のですね、被災された方々を中心に企画された復興学びのプログラムという企画を今進めております。こちらはですね、1泊2日とか日帰りになるんですけども、とにかく被災地を知ってもらう、被災地の方と触れ合っていただく、被災地で対話交流すると、この3つをキーワードに、もう不定期で進めておりますので、ぜひ、被災地に、行きたいという方、もしくはもう一度行きたいという方はですね、ぜひこちらのユナイテッドアースの復興学びのプログラムにお申し込みください。よろしくお願いします。